なんか怖いんだけど、かわいいんだけど。怖い。ああ、ゲロ。そうだよね。そりゃまあ、そうだろうだ。な。え、でも可愛いんだな。いや、怖いね。マットエンドがかわいいっていう。ぬいぐるみが動いたから、じゃあやるか。うん。いや、BGM だから焦るのよな。ここで、こう。え、こ半れ、だ分。んだんぬいぐるみになっちゃうんだろうね、きっとね。うん。じゃあ、あのぬいぐるみは、じゃあ、なった姿ってこと、もうすでに。あ、じゃあやっぱりお父さんとお母さんなのか、あれ。なのかもしれないね、これ。逆にじゃあ、ルカを助けようとして、うん。襲ってる説？ちょ、もう悲しいんか。ポカポカポカ。ポコ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 。じゃあ、助けるか。助けいておくれ。やー、弱そう。お、え？あ、戻った。足が境治っ界線なた。のか。あ、なるほど。家から出たらダメなのか。かもしれない。ねえ、早く逃げよ。おお。おお。あれ？ 跳でねもろけ外た。逃げるんだ。あれ？あ、よ、何だったんだ。またチェイスかな。マジか。ふう。一回ゲームオーバーになると思っていてください。え？待って、こんな道あったっけ？あれ、自販機さっきなかったよねえ。な。おい、後ろ。あららららら。走ろう。あ、うわー！あ、塞がってるんですねー。 あ、でもまあ、いっか。かわいいし。かわいいね。いやー、もう、だって、自販機が変わってるから、自販機の方行けって思うじゃん。まあ、それはね 向こうに僕も行きたくなるわ、これは。ねこれどこ行くの？下行くに下ししかてないよも、ね、多分ね。下行けるこれ。え、行けない？あ、行け行けない。なくね、これ。隙間取れああ、る？そういうことか。あ、そういうことか。え、ちょっと待って待って待って。あ、多え、どこだ、どっから行けばいいんだ、これ。多分今のとこまっすぐ行けたと思う。あ、ほんと。ちょっと。なるほどね。あ、合ってんだ、じゃあ。隙間だね、こ隙れ。間分かりづらー。お、この隙間を縫っていかなきゃいけないってことか。ちょっと、頑張るわ。頑張れ、頑張上、れ。下、そのまましそし下。たら、まっすぐ。真ん真ん中、中、下、下、上、上、真ん中、お、真ん今中。日、ほら、転んじゃったね 転んじゃったね。あら。おー、優しい。助けてくれる？え、だっち。お手手手引いつないでてくくかっれよ。ちゅう？あ、ちゅう、ちゅう、ちゅう、そんなあ、ことない。違う、違う、走ってよ。なんか今ちょっと、イベントだと思ったやかわいいなと思ったらなんかそう、なんかほっこりして見てたんだけど うん。あ、手を引いてくれるんだね。今これがルカちゃんが手引いてて、うん。次にこの誰だかわからない人が手を引いてくれるんだね。いや、なんかエモい。いいね。いいっすね。いててて、いててて。あ、いててててて。やだっち。トゥンク。よいしょ。ちょリろンい。クしちゃう？ あ、下か。ああ、下。え、でも、上、真ん中、真ん下、中か？真ん中。真ん中。ちょっと待って、マジで、分かりづらい。真ん中だね、これも。オッケー、オッケー、オッケー。逃げ切ったかね、これは。これで、これ街の人たちも変わっちゃってたりしないよな。いやー、ありそう。どうなってんだ？とりあえず逃げ切れたみたい。でも、公園までの道はあんなに長くないはずなのに、自販機だっていつもあんなにたくさんないし、知ってるはずの場所なのに、まるで知らない場所にいるみたい。怖い。俺と一緒にいるのは怖くないのか？だって手握ってくれましたし。いや、でも急に繋がれたらドキッとしちゃうかもしれない。ねえ。だって家でぬいぐるみが襲ってきた時、あれって私をかばってくれたんでしょ？さっき転んだ時も助けてくれたし。だからもしかしたら悪い人じゃないのかもって、ちょっとまだ怖いけど。今の状況の方が怖いもん。一人になりたくないよ。ちょっと疲れたから一休みしない？ああ、おお。ベンチで
ベンチで2人座って、ああそんなそういうことじゃないな。うろついてるんかい。待って、あのあれよ、空気をするようにセーブ、あ違う、ついた。待ってね、こっちで行こう。ファイル8。みんな見えてる？これ見えてる人誰か返信して。なるほど。リプ編を。あ、なんかあのあれだな、あのおう。話そう。話そう。あー、なんで探索したい。探索したい。そろそろ落ち着いてきたし、あっちで話さない？あ、進んじゃうのこれ。あ、進んじゃう感じ。ひえー。ルカ、さっき言ってたのは本当か？さっき？俺の兄貴のことは知らないって。うん。全然心当たりない。あなたのお兄さんどころか、あなたとも今日初めて会ったと思うけど。そうか、悪かった。なんか忘れてんのかな、ルカちゃん。なんなんだろう。うん、鏡のあれは結局ねえ、なんだったんだろう。うん、どうした？思ったよりすんなり信じてもらえたから、そのびっくりしちゃって。なんだ、嘘なのか。嘘じゃないよ。なんていうか、見た目よりも素直な人だなって思って。確かに。ね、素直。なんだその正面顔何。あのなんだ、あなたは誰？わからない。あや。なんか本当に一言しか喋れない。ねえ。うん、どうして私のこと知ってたの？わからない。記憶喪失ですか？何も覚えていない。お兄さんってどんな人？わからない。あら。わからないしか言えなくなった。はあ。ふざけてる感じじゃなさそう。うん。気がついたらこの公園で倒れてた。それまでの記憶がない。自分の名前もどこから来たかも。ほら。覚えてるのは、俺には兄貴がいること、兄貴がいなくなったこと。あと、ルカ、お前のこと。それだけだ。トゥンク。うん。トゥンク。それって、記憶喪失ってこと？記憶はないけど、お前のことだけは、鮮明に覚えているんだ。トゥンク。あまりにも覚えすぎて。でも、私はあなたと会ったことないのに、なんで私のことは覚えてるんだろう。不思議。この公園で気がついたとき、自分の名前も兄貴の顔も何も思い出せなかった。なんかエモい BGM 流れ始めたねえ。急に。なのにルカのことは覚えてた。トゥンクトゥンクトゥンク。だから兄貴を連れ去ったのはルカなんじゃないかと思って、ルカが兄貴を連れ去ったから覚えていないんだと思って、ルカの居場所を探した。気がついたら、どうやったかわからないが、ルカの家にいて。うん。でも俺の勘違いだったみたいだ。悪かった。なんかピュアじゃない？ねえ。腕も引っ張ってごめん。なんか想像以上になんかいいキャラなんだけど。ねえ、なんかかわいい。かわいらしいね、なんか。ねえ。そっか、あなたもお兄ちゃんを探してたんだね。え？顔も名前も覚えてないんじゃ探せないよね。大事な手がかりだったのに、お兄さんのこと知らなくてごめんね。でも信じてくれてありがとう。ありがとう。あんなに怖がってたのに、変なやつだな。
ちょっと裸足の人に言われたくないんですけど、裸足なんかーい。影でちょっと見えづらかったけど、うん、確かに何も、よく見たら、うん、よく見たら何も入ってない。ねえ、嫌だったらいいんだけど、顔を見せてくれない？あ、確かに見たい。はっ、バサ、キャー、わあ、いやー、耳が、それ、わあ、じゃあ。そういうことか、これあのさっきのルカちゃんと同じあれが発言して耳が生えてるってことなのかな。じゃあそういうことかかな、なんか、え、父さんと母さんは全身がもうすでに変わっちゃってるけど、うん、まだ一部的、一時的、一部の場所が好きなんだけど。トゥンクしちゃった、トゥンクしてるわこれ。気づいたらこうなってた。付き悪いキャラ好きなんよな。あきゃー。目立つから隠してた。そういえばさっき私も、そうよね、うんうんうん、急に足がイルカのぬいぐるみのヒレみたいになって歩けなくなった。あ、ぬいぐるみだったんだね、あれ。ねえ、でも今は元の足に戻ってるし、なんともない。どういうことなんだろう。わお、あー、にゃんちゅうだね。あ、猫。あれ、この猫どこかで見たことあるような。耳になんか鈴見た。あ、鈴、あ、鈴だ。これじゃね。あれ、あ、寝ちゃった。え、あ、本当だ。おい、どうした。おい、すや、外でうつ伏せになって寝る人いるんだね。おっと、あら、ただいま。お兄ちゃん、やっと帰ってきた。いや、確かに兄弟みたいな見た目だもんな、これな。ね、後ろなんか持ってる。あら、家庭科の補習があったんだよ。補習？家庭科の？ぬいぐるみ作ってたんだからな。え、ぬいぐるみ？見せて。そう言うと思ってルカにあげるよ。いいの？やったー。なんかこんなに喜んでくれるとね、作ってる側も嬉しいよね。確かに。いや、ぬいぐるみ確かにな、癒しだしな。あれ寝てるね、グースカ。これポリ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 。あ、え、かわいい、この妄想がいちいち。うん、朝になっちゃったけど。あ、本当だ。お兄ちゃん、ぬいぐるみ。そうだ、思い出した。あのチャトラの猫、昔持ってたぬいぐるみにそっくりなんだ。起きたのか。耳が垂れ下がってるわ。元気なのか、元気メーターなのかこれ。え、私寝ちゃってた？いきなり倒れた。限界化してる、限界化してる。もうオタクになっちゃった。そうなんだ、思ったより疲れてたのかな。迷惑かけてごめんなさい。別に。沢尻エリカだ。え、何？いや、別にって言うと、もう沢尻エリカしか出てこない。この人、起きるまでそばにいてくれたんだ。あれ、トラがいない。トラ、すでトラって言っちゃったけど。トラ、さっきの猫のことか。ルカをここに運んだらいなくなってた。そっか、トラはね、昔持ってたお気に入りの猫のぬいぐるみ。あの子、そのぬいぐるみにそっくりだったから、つい。トラ、懐かしいな。お兄ちゃんと私でいつも取り合いっこしてたんだ。かわいい。いつか家族で旅行した時になくしちゃって、結局見つからなくて大泣きしたんだよね。茶色のトラ模様だから名前がトラなのか。すごくわかりやすいな。名前
そうだ、うわ、名前つけるんだな、これ。いいね、いいね。いいね。名前が思い出せないんじゃ不便だよ。なんて呼べばいいの？別に呼ばなくていいが。いや、そんなわけにはいかんのよ。いや、カップリング、カップリング名というものがあってですね。それじゃあ話しにくいよ。じゃあ私が何か考える。そうだな、それじゃあ、まだなんだなんだ、白まんまやこれからあなたのこと白って呼んでいい？すごくわかりやすいな。それどっちの意味？いい本当にいいの？やった。じゃあ決まり、これからよろしくね、白。さっきね、お兄ちゃんの夢を見たんだ。実は私のお兄ちゃんもどこかに行っちゃったの。そうなのか。うん、知らない間に行方不明ってことになってて、私は朝までお兄ちゃんが家にいたのを知ってるのに、家に帰ってきたらお父さんもお母さんも、お兄ちゃんはずっと行方不明だっていうの。新聞にも学校に行ったきり行方が分からなくなってるって。もしかしたらお兄ちゃんの学校で流行ってる神隠しの噂が本当になっちゃったのかな。もう何が何だか分かんないよね。うん、そうだな。なんかなんかそそっけないんだけど、ねえ、あんま興味なさそうな感じなんだけど、なんだろう、人間の感情忘れちゃってんのかな一応だって人間なんだよね、これこうなってたっていうことは。どうなんだろうね。ね、どうなんだろうこれ。逆に元ぬいぐるみ的ななるほどそういう見方もある。確かにそれもありえそうだよね。でもさ、2人のお兄ちゃんが同時にいなくなるなんて絶対おかしいよね。そして私とシロが出会った。これは偶然じゃない。二つの事件は絶対に何か関係があるんだよ。ん？だから、一緒に探そう。一緒に？うん。手がかりはないけど、二人ならなんとかなる。一つずつより絶対いい。一人だったわ。一人ずつより絶対いい。だから、一緒にお兄ちゃんたちを探そうよ。うん、わかった、探そう。兄貴とルカのお兄ちゃん、どっちも素直ね、すごいなんかうわあよろしくルカ。びっくりしてるやん、ルカちゃんを。うん、よろしくしろ尊いと思ってるな、これ、ルカちゃんも。尊いと思ってる。え？なんか歩いてる。え？で、かわいい。いつの間にか公園がすごいことに。ルカが寝てる間にわらわら集まってきた。もう。どうしよう、囲まれちゃった。こいつらにはあのクマみたいな敵意はないみたいだ。一晩中見張っていたが手出しはしてこなかった。ってことはあれ、じゃあお父さんとお母さんじゃないのか。なんなんだろうねあれ。うん、だって敵意持ってたのはちょっと違うよな。なんだ。そうなんだ、よかった。で、じゃあ私本当に一晩ぐっすり寝ちゃってたんだね。そういえば空明るくなってるし。風邪ひきそう。確かに。長袖だから多分。近いのかな。うん。秋だよね多分ね。ね、多分結構肌寒いような時期じゃないかな、長袖着てるってことは。スカート短いしな。うん。起こしてくれてよかったのに。考えつかなかった。
いちいちなんかニヤニヤしちゃう。なんだかぼーっとしてるな。家で追いかけてきた時と大違い。本当に同じ人？それでこれからどうする？そうだな。なんかこの立ってる子の可愛い、これねえ、手開いてるの可愛い。勝手に動いてるの全部おもちゃだよね。夢か不思議の国に来ちゃったみたい。もしかしてここっておもちゃの世界なのかな。おもちゃの世界に来ちゃったとして、そうだ、もしも私たちがおもちゃの世界に来ちゃった原因がお兄ちゃんの行方不明だとしたら、元の世界に帰る方法が分かったらお兄ちゃんがどこにいるかも分かるかもしれない。確証はないけど。でもそれが正しかったら帰れるし、お兄ちゃんに会える。シロ、そうだね、何事もまずはやってみよう。あ、外がうるさい。じゃあ今私たちがすべきなのは聞き込み調査だね。まずは元の世界に帰る手がかりを見つけなきゃ。ここのおもちゃたちなら話が通じるかもしれないし、試しにいろいろ話しかけたり調べたりしてみよう。ああ笑顔が好きでちゅねえ。わあ一緒に動くんだ。これさ、こっちの世界に来たこれが神隠しってことなのかな。ありえそう。え、だって向こうの世界じゃ今、じゃあルカちゃんどう扱われてるんだ。一緒に神隠しに会ってんのかな、ね、なんかコインが必要みたいですね。 なんだこれ。またよろしくね。あら、10円たちは学校に着物試しで行くって言ってたぞ。100円はコンサートを聞きに行ったまま帰ってこないんだよな。はへえ。あ、後ろ、ツイッター、ツイッター、ツイッター。 え？ちょっと待って、とりあえず、あ、そうだ、ツイッター、ツイッター、ツイッター。危ねえ、危ねえ。そういうことか、これ、このトイって、これのトイってあれか、おもちゃって意味のトイ、トイ、トイか。はぁ、トイッターか、ツイッターって言ってた、ずっと。おもちゃの意味のトイだ、これ。はい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 。そうだそうだ。誰か変身してください。もしかして見えてないの？おーい。まあ、そうね。はいはいはい、とりあえずセーブした。勝手になんかブランコが勝手に動いて、勝手に揺れてるが、勝手に揺れてる。もしかして誰か乗ってるのかな。手を突っ込んでみるか。やめとこうかな。あ、この子たちは喋らないで。喋ったそういえばおもちゃの世界になる前からこの公園にあったもんな。そもそも遊具っておもちゃ。フーチ。ごつい。今くしゃみした？いや。じゃあ無口なタイプもいるってことかな。あ、しゃべらん。なんかあの UFO とか気になるんだけど、めっちゃね。え、池に物を投げ込むのはやめましょう。はい、いや UFO に行けない。いけない。なんかいる、なんかいる。ずっとこの右下のさ、この、うん、何、あのこの街灯みたいなやつがずっと顔に見えるんだよね。なるほど。なんかムンってしてる感じの。うんうん、そうそうそう。あ、ちょっとわかるわかるわかる。あそこ何か沈んでる。入るのか。冷たいと思うが。任せて、私寒いの全然平気なんだ。お兄ちゃんは寒いのダメなんだけどね。あ、だから、そうか、公園で寝ても大丈夫だったのか。わお。いい。寒い。マジで入っちゃうんかい。すご。アヒルか。ピヨ、ピヨピヨ。あ、私あの子と池で遊んでたら、沈んだまま浮いてこなくなっちゃったんだよ。僕は、潜っても浮いてきちゃうから、あの子を助けてあげて。うん、なんか来た。うん、あ、クマだ、クマか。ほんとだ。めっちゃどうでもよさそうに今、助けてって言ってたから。確かに、え、どこに、どこに。あ、これか。あ、ほんとだ。え、カスタネット。カスタネット。じゃあこれはややこさんに。寒いよ。あー、確かになんかそんな感じになるような、寒い時。これってどう見てもカスタネットだ。え、あ、あーあー、びっくりした。アイテムなんだ。
冷たい気がする。これを見つけろって意味じゃないか。そうだよね。迷子になっていたカスタネット、とても冷えていてカチカチ音が出ている。あ、でもこれ渡せってことなのか。違うか。あれ、あ、違うな。ああよかった、あ、助けてくれた。ああ、ありがとうね。あ、終わり。え、そんだけ。俺はええややこさんは。ええ物として扱われてるよ、ややこさんが。お、じゃあ引き上げてもらおうか。何だったんだ。池に沈んでたのカスタネットだったよ。なんで池の中にあったんだろう。あ、動けるわ。こんにちは、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 こんにちは。なんと豪華、豪華絢爛な砂のお城だ。はい。よく作ったな、こんなの。あ、ちょ、これ寝る前あったっけ、これ。なかったと思う。なかったよね。お。全く目の回る忙しさにあります。自分が回ってるだけでは。これ何これ。あ、次は池の前看板。池の前看板です。バスの運転手か。え、本当に行くんだ。はあ、なるほど。あ、本当だ、本当すげえ。はいはいはい。え、池の前、あ、本当だ、看板まで行くね。わあ、話しかけて。わあ、じゃあやめるやめる。ここで待ってたら来るかな。すごいな、でも一個一個作り込みがすごい。ね、UFO にも話しかけたいしな、ちょっと。ね、あいつこっち来んないかな。やめる、ちょっと待って。どこ行った鳥。鳥？あれ？と帰ってこねえ。これ次に行くにはどうすんだこれ。ね、でもなんかとりあえず周りの話聞けみたいな。ああ、そうかそうか。話しかけろって言ってたもんね。なあ。この上のやつは。あ、上も行けるか。これ。おお。お、かわいい。かわいい。なんかでかい。え？え？怖い。ちょっと何するの？またがないでちょうだい。ごめんなさい。あのナイフ本物かな。おもちゃのナイフに見えるが、万が一ということもある。無理に通らない方が良さそうだな。せやな。いや、そうか、ここでおままごとしてたんだね。あー、鳥ダメだ。あ、こっちにもいるね。あれショベルカーみたいな、クレーン車かな、なんだ。どれ右のあの、あ、ほんとだ。この先は危険なクマが出没したので閉鎖中であります。あ、このクマ危険なクマなんだ。危険な。どうしよう、これじゃ公園から出られない。クマをどうにかしたらここから出られるのか。それについては城の隊が対応中でありますが、どうやら問題が発生したようであります。ほう。その問題を解決してあげれば出してもらえるのかな。問題ってなんだ。とりあえずショベルカーだ、これだね、うん。あ、でかくてイカした城だろ。この俺が一晩で建てたのさ。はあ、なるほど、すごい。疲れてショベルがプラプラだけど気持ちいいぜ。気持ちよさそうに喋ってたね、今。でもめちゃくちゃ気持ち悪い感じで。めちゃ気持ち悪い感じ。え、ダメか。なんだ。あ、ここフォトジェニックでピクニックでぴったりの場所でしょ。私が最初に見つけたのよ。ずっと場所取りしてるから喉が渇いたわ。紅茶が飲みたいわね。はあ、紅茶買えばいいのか。そしたらどいてくれるかな。あ、え、なんかコンサートと、え、そ、あの紅茶いくら。紅茶が120円。え、でも110円までしか教えてくれなかったよね。ね、10円たちは学校に肝試し、100円コンサート。え、じゃあまだこっちの上のルートは行けないってことか。まだそういうことだよね。うん、こっち行けないね。え、どうや、あ、え、ちょ、そこさ、うん、池の中から行けたりしない。はいはいはい、ちょっと行ってみよう。あー、鳥くそー。あれ喋れるのか。無理かな。あ、あー、無理か。無理だな。寒くないか。優しい、優しい、優しいなり。よし。いやー、七尾くんも可愛かったけど、ちょっと見た目的に完全にシロくんの方が好みですね。いいですね。いいですね。